あ、うん、あそこの醤油差し届くかなと。僕が取りますよ醤油。はいロキ、どうぞ。やっぱりそのまま食う。え、いつも目玉焼きには絶対に醤油がないとダメだって騒ぐのに。ふん、バルドル様から受け取ったら醤油までお綺麗で味気なくなりそうだからな。ロキ、そうですね。あ、この卵すごく新鮮だからそのまま食べてもきっと美味しいです。兄さん、あいつの舌は悪意の泥で汚れきっている。素材の味がわかるはずもありません。お前に言われたくねえな、ブラギ。そのよく回る舌も皮肉にしか使わないんじゃ死の神の名が泣くぜ。もっとも俺はお前の詩なんて一つも読んだことねえけど。当然でしょうね。あなたに読まれるくらいなら詩の方が自害します。おいおい、たく、朝飯の時間くらい心穏やかに過ごさせてくれよ。そうだぞロキ、ライバルの前で油断するとこうだ。すきあり、ロキのいちごプリンいただき。は、そんなに燃やされたいのかヘイムダル。おいヘイムダル。もうロキ、いちごプリンを取られたら俺だって燃やすけど。わーお、ここでりっちゃんがロキ側についた。俺は甘いものの味方なだけです。こらロキ、喧嘩しちゃダメだよ。プリンなら僕のをあげるから。当然だ、イツキのだけじゃ足りない。チミスケのもよこせ。なんでそうなる。出るのは全員じゃないのか。選ばれるといいね、マヒロとロキ。そうっすね。けどカノーとロキは大丈夫だろ。じゃなきゃ何のための2校合同合宿だって話だし。普通に考えればそうですね。マヒロさんは確実だけど、ロキはわからないんじゃないですか。四方八方に偉そうな態度しか取ってないし。なんだとリツ、そういうとこ。ロキ、リツはロキを信じてるから茶化すんだよ。選抜ね。出演する役者は神楽ゆきと。はい。神宮寺トール。お、白神バルドル。お、はい。加納真宙。はい。以上4名。え、は、お、くそ。ねえエリック、一緒に町へ出てたくさんの風景を描こうよ。うん、ルークと一緒なら真っ白な紙が何枚あっても足りない。このセリフ早く本番で言いたいね。うん、ユキトだったらお客さんにも絶対ワクワクしてもらえると思う。あのさ真宙、僕ずっと劇団にいたけど今が一番お芝居楽しいよ。真宙とやってると舞台の上で羽が生えた鳥みたいに飛べる気がするんだ。それ僕も同じだよ。ユキとやると鳥みたいに高く飛べる。すっごく楽しい。花火って空に上がるやつ以外もあるんだな。俺にもよこせ。一番太いやつこれがいい。あ、ロキ、その花火は多分手に持ってやるものじゃな。いでよ炎。うわ、何この爆音、ラグナロク。すっごい威力だぞ。煙がモクモクだ。人間の考えるもんってたまにすっげえ面白いな。ロキ、ロキ、いくらロキでも腕が燃えちゃうよ。早く水につけて。ロキたー、こっちこっち、一緒に大回転祭りやろう。待てソウスケ、もう一本でっかいのに火つけるから燃えろ。神様の力をライター代わりに使うな。あとソウスケ振り回すな。リツ、火の粉がかからなかった？大丈夫です。あ、火
火花の形また変わりましたね。そこの二人は我関せずでしっとりしすぎだろう。子供も楽しめそうな台本だよね。夏休みだし、たくさんの子供たちに見てもらえたらいいな。アスナは小さな女の子なんですよね。僕で大丈夫かな。いや、鏡を見ろ。他の誰がやるより大丈夫だから。じゃ、高岡が来る前にできるとこから始めるか。俺は虹掛けの台本は全部頭に入ってるけど、みんなは初めて読むもんね。時間もないし、一度読み合わせたら台本持ったまま立ち稽古に入ろうか。神を見くびるなよ、ユキト。このくらいの量なら一度読めば全部入る。バルドルもな。そうですね、覚えることはできると思います。でも、マヒロ君は。大丈夫、覚えるよ。これをもとに合いそうなものを選んでください。衣装部屋は1階の奥です。その後、手直しを。無視された。無視する方がバカなんだぞ、ブラギのバーカ。おや、あなたでしたか、ヘイムダル。脳みその入っていない桃色頭のカカシとばかり。あははは、虹掛けの衣装部屋に入れるなんてめったにない機会だ。勉強させてもらおう。俺はさっさと BGM を選びたいんだけど、使える曲のストックってどこ？サーバー？ん？サーバー？ストックホルムのサーバ？神様に聞いた俺が間違ってた。いい、そこら辺の虹掛け部員に聞くから。じゃ、俺とアキは照明作ってくるね。ダル君とロキタンはそのまま舞台セットよろしく。やだ。この経験生かさなきゃもったいないっしょ。生かす？生かすっつったって。東堂明、南條いつき、北斗律で、俺、西野宗介、この4人によるヒロ君とロキタンのためだけの特別公演やらない？え？うんうん、またこうちゃんの思いつきのせいでえらいことになるかと思ったけど、それなりに本番に向かって進み始めたね。さすがイクちゃんの教え子たち。俺は何もしてねえよ。小道具の買い物にパシらされるくらい暇だ。うん、それもそうかも。じゃあ暇なイクちゃん、次は俺に付き合ってよ。頑張ってる高校生のためにご飯作ろう。料理センスゼロでもおにぎりは握れるっしょ。握れると思うか。え、握れないの？専門外だ。カノくそ、こうなる予感がしてたんだ。イク、こいつのこれは何だ？説明してる場合じゃねえ。クサカ、カノの部屋に運ぶぞ。うん。マヒロ！この状態、あの時と同じだ。マヒロさん。ヒロ君、ごめん。